どうもみなさんこんにちは、こんばんは、ゆうころです。今回なんですけども、こちら電シャドームーン使って遊んでいこうと思います。このキャラですね、スキブさんに24ターン変身のキャラになります。変身後がバインド10強4つ無効感ということで、まず火力がめちゃめちゃ高いです。10強4つの時点で625倍、さらに 2.5 倍率が入りますので、これの手倍率が 1562.5 倍。今回7強武器つけてるんで倍率が3125倍というとんでもない火力になっております。スキルも1ターン光闇自分の攻撃力 1.5 倍を持っていて、つまりですね、まあ、これ分かりやすく言うと、自分の 1.5 倍とエンハンスで合計 2.25 倍のエンハンスが入るんですね。これで自身の火力をスキル打ってる場合7031倍まで上げ切ってるキャラになります。やばくない火力で、リーダースキルは闇光同時攻撃で攻撃力が24倍4コンボ加算、そして闇を6個以上つなげて消すとダメージを激減となっております。はい、もうね、耐久ももちろん激減持ちでリーダースキルも悪くないんだけど、やっぱシャドウムーンはとにかく自身の火力がやばいで、4コンボ加算も入っていて、千住等においてはね、追い打ちが必要ないダンジョンとなりますので、リダフでシャドウムーン運用もできるんですね。今日は千住でシャドウムーン使って遊んでいこうと思います。もう超火力編成になります。リダからです。シャドウムーン、リダチェーン体制にミストルテイン武器継承。そしてラフィネ。遅延2つに HP 強化2つ。ドフラミンゴ武器継承です。そして、メルズナ、無効感遅延2つに神キラー3突。そして、ネルギガンテ武器継承です。はい、7強に泥強。神結びと10連勝だら、スキブに遅延3つに回復強化2突、そして、仮面ライダー、ブラック3武器継承です。はい。からの、チャコル、クライムプラスに、ドラゴンキラー2突に遅延2つ、アレキサンダー武器継承、ラスト、シャドムーン、遅延2つに神キラー2突、ネルギガンテ武器継承って感じになります。今日はこちらのね、ブラック、間違えた、シャドウムーンを使って、戦術で遊んでいこうと思います。リーダースキルももちろん強いんだけど、こいつ自身の火力が超高くてね、優秀なキャラになってると思いますんで、実際に遊んでいこうと思います。さあ、ということで1階層からやっていきましょう。まずは1階層、ラフィーネ打ってあげて、ブラック3武器打ちます。からのシャドウムーン変身まで1コンボ組んでいきましょう。1コンボ、1コンボ。はい、1コンボ。からのシャドウムーン。からのシャドウムーン。からのシャドウムーン。で、倒していきます。で、基本的に道中2列組んであげれば倒せるので。まあ、こんな感じかな、イメージとしては。2列組んであげて殴っていきましょう。これで13コンボ組んで、まあ、光は列組む必要ないから闇2列組んであげるのが強い。え、待って、それでも光、え、普通に火力高くね。そっか、シャドウムーン自身 1.5 倍エンハンスあるから光もこんだけ火力出るのか。そう考えるとめっちゃ強いな。で、2階層アレキサンダー打ってあげて、ちょっとまずは待ちます。少しだけスキルダメとか、まああれですね、コンボ現象うざいんで待ちます。はい、からのシャドウムーン打ってあげて、ラフィンでもめちゃめちゃスキル溜まりますよね。で、からの今度無効感いきましょう。まあ基本列が強いんですけど、この編成は無効感組みます。こうでしょ。これで無効感プラス光含んだ15コンボ、これはね、絶対強いと思う。まあ、もう絶対強い。え、でもさ、なんかさ、マジもったいないのがさ、シャドウムーン21億までしか出ないの。これがめっちゃ悲しい。こいつめちゃくちゃ強いのにね。だってさ、考えてほしいんだけど、光が普通に4億とか出てる時点で、これ火力やばいのね、結構。だから、なんかもはやもったいない。これ正直。シャドウムーンもったいない系のキャラだわ。だからもっとさ、なんかもっとしてくんないと困るわ。足んねえ、全然。もっと、なんて言うんだろう。で、吸収無効のキャラはエンハンスなしで闇列なし6ゲシ組んでいきますが、これどうしよう。これでいいか、一旦。だからさ、めっちゃもったいないよね、本当に。吸収無効の敵がいる場合は、これ闇列、エンハンス入れちゃダメなんで、やべえ。ラフィーネ組んで、どんな感じで組もう。でもね、普通にワンパンできるから、絶対。こんな感じかな、多分。エンハンス入れずに殴ります。で、光は全力で組んで OK だから、こんな感じじゃない？闇の6プラス、リダフレで4コンボ加算入れた14コンボ。いいね、コンボ加算めっちゃ強いね。16コンボで、ナイス火力！てかさ、これでこんだけ火力出てるの、こいつらのやばさ伝わるくね。ね、普通に。
エンハンスなしの闇の列も含まないただの闇6個消しだよ。で7億ダメージしてるのね、これ。そう考えたらさ、ほんとこいつらがどれだけバケモンかっていうところは伝わりやすいと思うんだよな。普通にバケモンじゃない？で、あとは列プラス光組んであげるとこんな感じで17億21億。普通に強すぎだろ、マジで軽く。これに無効感もあるって考えたらやばいよね。4階層は、まず、メレズナとネイルギガンって打ってあげて殴っていきます。はい。でね、2列組んであげるとほんと強くて、できれば2列組みたいんだけど、これはもう最強。こうやって組めると最高なんだけど、14コンボで火力はもうすごいよ、これは。これはもうすごい。これはすごい。で、半分時回復1コンボ組んであげてから突破していきます。はい。これね、一切追い打ち入ってないので、もし1コンボ1色でもなんか組んでしまうと、倒せなくなっちゃいます。必ず回復1コンボのみ。まあ、パズル教室みたいなもんだね。はい。で、からのシャドウムーン打って突破していきましょう。ちゃんとね、2ターン半減継続してるんで突破できます。あ、てかラフィネーハンスも入るからさ、これでカレコンめっちゃ高くない？普通に、なんか編成によってはラフィネーハンスの火力いらないみたいな編成もあるんだけど、この編成はラフィネーハンスの火力が喉から手が出るほど欲しいので、はい、これで闇2列プラス全力組んであげて殴っていきます。これでしっかりと削っていきましょう。10コンボで。突破。いや、強いね。そしてラフィネも火力普通に出るし、チャコロもやっぱ強い。紙結びはさすがにちょっと火力は低めかなって感じ。さすがに低いね、紙結びは。ただ普通にチャコロ、ラフィーネは火力出してくれてますね。で、5階層ですね。5階層は紙結び打ってあげて殴っていきます。消せない火力対策で。今回アシスト溜まってるんでアシスト打ってあげて遅延入れましょう。で、まあ適当にコンボ組んであげて。よいしょ。で、これでまあシャドウムーンって突破していきましょうか。闇、あ、やべえ、ルーレット切れちゃった。まあでもいいや、多分ね倒しきれるとは思う。これで14、15、ちょっとあれですね、闇に入れて本当は含みたかったけど、それでも火力高いから絶対倒せます、これ正直。ナイス。本当にこれなんで闇に入れて組むかっていうと、メレズナとかチャコロとかここら辺の火力が欲しい場合に必要ってだけであって、普通に破壊できます。はい。で、6階層は、ここはね、もうワンパンしたいんで、はい、1コンボ。はい、1コンボ。はい、1コンボ。からのメルゼナ打ちます。メルゼナ、あ、順番間違えちゃった。まあでもいいか、別に。メルゼナ、シャドウムーン、ラフィーネ。メレスの後打ちの方が一応ね、単体的な火力は上がるんでおすすめなんですけど、まあ、大丈夫でしょう、別に。これさ、ワンパンできないわけがなくない？だってこんな火力で。終わりでしょ、これ。3列。舐めるな、俺の3列を。あ、やばいやばい、9コンボだ、落ち込ん、危なすぎこれそうだ、コンボ現象があるから気をつけてください。でも勝ったから OK。 7階層ここは先生2万ダメージなんで耐久できます。はい、危なすぎ面白そうだわ、コンボ吸収があれだったんだな、忘れてました。それでも勝てるんで強いってことにしておきましょうか。76運用できてるしんでね、ああいうミスをしてもまあ大抵落ち込むってきますし、まあ普通に盤面で組んであげれば闇分割してあげるだけでね、組めると思いますので、コンボ優先で組んでください。2列プラスコンボで OK です。で、ここも軽々ワンパン。火力高すぎなんだけど、マジで楽しいな。え、めっちゃいいね、マジで。このブラックさん。間違えた、シャドウムーン。じゃ似てるから、2人。結構。でね、これはね、絶対ワンパンはできないから1ターン待とう。と言いつつ、ちょっと狙います。ただ、だってこれでさ、何コンボ？こんだけ組んだとて無理でしょ、これだって。ほら、こんだけ組んで8コンボだから、まあ、ここはワンパンは無理。さすがに。まあ、一旦これで待ってあげて、はい。で、紙結び打って、シャドウムーンからのラフィーネ。
校じゃないですか。これでもう確実に通判していきましょう。こいつの旧コンボ以下現象、旧コンボ現象は別に対策する必要ないしな。1コンボすればいいだけだから。うん、でこのままワンパン。え、シャドウブーンめっちゃ楽しくない？ちょっと待って、ここに来て、あのさ、結構ね、今回の仮面ライダーコラボって例えばウィザードとかめっちゃ強いし、でリヴァイに関してもかなり面白い性能してるなと思ったんだけど、ここに来てシャドウブーンが普通に楽しいキャラな可能性がやっぱりある。パズドラって結局火力出るキャラが一番おもろいんだよな、本当に。でここはね、まずもう左側を絶対に倒しきります。はい、なんか下手に調整とかするのめんどくさいんで、まあ、左をまずはワンパンしてあげて、ドーンからの列含まない闇の6個消し含みながら全力コンボで倒していきます。あーでも待てよ、1ターンこれちょっともうめんどくさいからブラックサン打っちゃおう。生成しちゃいます。はい、こういうの12コンボ組んでちょっと削る。あ、倒すくね、これ。ナイスで突破していきます。でしっかりと軽減ある状態で HP 全回復で突破してあげると、ここの耐久も間に合います。はい、当然ね、チャコルの軽減あるのに負けるわけありませんので、こんな感じで4万8000ダメージと普通に耐久可能からの、またしてもシャドウムーン打ってあげて闇に入れつくんでワンパンしていきます。そもそもこんな必死にコンボ組む必要すらないのでは、よく考えたらね。あ、やばい、え、お前6コンボ以下、お前6コンボ以下、お前6コンボ以下やんおい、お前先に言ってくれよ、それは知らねえよ、そんな6コンボ以下のやつ。5コンボ以下じゃん、やべ、お前クソが舐めやがって。許さないです、絶対ラフィンで打ちます。盤面最大組んでやる、マジで絶対許さん。ほら、舐めやがって。どうだこれで、俺の最強コンボ舐めんなよ。確定11コンボだから、そもそもじゃあワンパンできるやんけ。もう確定11コンボの時点でじゃあさっきワンパンできたやんけ。さっき6コンボ減少で今5コンボ減少なんだから。おい、こっから毎ターン盤面最大組んでいく。あ、盤面7コンボか。まあまあ、じゃあ大丈夫だな。リダフレの8コンボ加算やっぱいいね、楽しくて。でここはまあブラックスシャドウムーン打ってあげて、失礼しました、本当に本当に失礼いたしました、本当にうちのユーコロがすいません。シャドウムーンですね、打ってあげて殴っていきましょう。ほら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 、あっぶな、指離れそうになった。ほら、またしても最強コンボでしっかりワンパンしていきます。11コンボ、まあ、火力足んないなんてことは認めません。ありえないとかじゃない、認めない。ナイス。さあ続きまして12階層、ここは光が来たらラフィネ打ってください。遠く側はボンボンボンで OK です。落ち込んなし、まあまあ大丈夫大丈夫、焦ることではない。よし、こう、これで無効感プラス全力の11コンボ、ここもしっかり網にセット入ってるんでワンパンできると思います。ナイス、マジで強い本当に強い、いいね、楽しいね、このキャラめっちゃ楽しいじゃん。こんな火力高いって知らなかった。でね、この方はねメルゼナーを打ってあげてからのシャドウムーンを打つとですね、めちゃめちゃ闇ドロップ作れるんでかなり強いです。ただ問題は光がちょっと足んないんで、こうかな、こうじゃないですかね、あんまいいあれじゃないけど、いいパズルではないけど、一旦まあ闇2セット含みながら3セット含みながらの光も含んであげて17コンボ18コンボ、ワンパンはちょっと厳しいのかな、どうだろう、さすがに無理か。まあでも半分じゃ紙結び打ってあげればいいだけなんで紙結び打ちましょう。はい、紙結び打ちます。覚醒無効回復、
からのシャドウムーンからのラフィーネ倒していきます。ワンパンできると一番良かったんだけど、まあできなかったんだったらちゃんとツーパンしてあげましょう。これでさすがに倒しきれると思うんで、しっかり闇列含みながらの18コンボ、このまま突破です。ナイス。さあ続きまして14階層、他はまあ別にもう誰が来てもいいんで、お76番になってるのめっちゃラッキーですね。65にしてくれるんで、確かえしてくれるよね。あざっすめっちゃありがたいですね。これあの地面に先制攻撃回避できるからちょっと嬉しいっていうね、ちょっとだけね。これさ光でさなんとか倒せねえのかな、なんかもったいねえんだよなパズル時間。こうか、ちょっとなんかワンチャン突破狙いたいんだけど無理かな。光の火力入れても16コンボ、闇2列プラス光の3セット入れてあげて17コンボなんだけど、あー惜しい、やっぱダメか、ギリギリ足んないね。まあでもこれ下手に発狂入ったら怖いから、まああれだね、あの突破なんて言うんだろう、狙わない方がいいかもそもそも。でチャコル打つか、うん、チャコル打ってあげて、シャドウムーン打ってあげて倒していきましょう。とあのメルスネがない場合ね、ちょっとロック解除だけ地味に危なかったんだけど、まあ、そもそもですね、この編成、チャコル打つタイミングがボスの半分時前だけなんで、あとは伊達ね、伊達対策で使ってるんで、これは大丈夫。とにかくしっかりと盤面11コンボ以上組むことだけを意識してあげて、闇列含んで倒していきます。OK、16コンボ。これで突破ですね。さあ続きまして15階層、ここはまずラフィーネ打ってあげて若干エンハンス返していきます。でもとりあえず1コンボ2回組みましょう。はい、これで、でメルゼナ打って、うん、先今回はね、あやラフィーネ先にしよう、ラフィーネ先打ちからのメルズナ打って76番面からのシャドウムーン打って、で必ず盤面で何コンボだろう、8コンボかな、組む必要があります。指もめっちゃ長いんで落ち着いて組んでいきましょう。こうかな、これでしっかりと盤面の10コンボを確定させて11コンボ、 OK、 これでワンパンしていきます。もちろんでワンパン、ナイス。あ、あのもう1ターン待ってからワンパンしてください。すいません、あの6コンボ現象まだ残ってました。まあ、ただまあこの階層もね、別にメルズナン76番面拡張あるんで大丈夫でしょう。ゲシャドウムーン打ちます。あと、そういや、シャドウムーン、ここまで説明しなかったんだけど、もちろんエンハンスループとかも強いんだけど、あの、地味に自身エンハンス 1.5 倍あるじゃないですか。これが若干エンハンス対策になっていて、まあ、今更ではあるんだけど、その若干エンハンス対策ってやっぱり、最近若干エンハンスが多いこのパズドラ環境においてはめっちゃ便利なんで、そういう使い道できるっていうところが偉い。これで、しっかり盤面11コンボ組みましょう。 OK で削っていきます。さすがにワンパンは無理か、いくらなんでも、いくらシャドウムーンでもいきそうだね。ワンパンはさすがに無理。え、逆リーダーにして、ちょうどさっき解説したからちょうどさっき解説したから逆、若干エンハンスが多いんで逆なんですよ本当に。ほら、ここもしっかり11コンボ組んで HP 全回復かつチャコル軽減ありの状態で半分まで持っていきます。半分時は必ず神結びを打てるようにしておいてあげてください。消せない回復対策です。からのここで神結び打ちましょう。ギリギリ耐えれます。はい、本当にギリギリ。
でシャドウムーンで若干エンハンス返してあげて、かつラフィーネ打ってあげて、メレズナにもエンハンス乗せましょう。こうだな。これでしっかりと上側でね、闇列の枯れ込み出しつつ13コンボ14コンボ、さあこれで削り、そしてラストシャドウムーン打って突破していきましょう。さあということでですね、今回はリダフレシャドウムーンで戦場を攻略する動画でした。もうさ、シャドウムーンが完走しないタイミングないんじゃないかってぐらい闇の火力めっちゃ高いしさ、しかもエンハンスもこれあくまで 1.5 倍なんですよね。 1.5 倍でこれだからやばいよね。シャドウムーンね、なんか意外とそんなめちゃめちゃ注目されてるキャラじゃなかったんだけど、生成も強いわ火力も強いわでめちゃめちゃおもろいキャラになってるので、もし引けた人とかね、交換しようと思ってる人は参考にしてみてください。ということで今回の動画は終わりになります。チャンネル登録高評価ぜひお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。